福井北 JCTIC は、福井県福井市、おもだち町にある、北陸自動車道と、中部縦貫自動車道とのジャンクションと、北陸自動車道のインターチェンジである。北陸道から永平寺町、勝山市へは、この JCT を利用する。2015年3月1日の中部縦貫自動車道の開通に伴いそれまでの、福井北 IC から解消された。 中部縦貫自動車道との JCT 併設に伴い、2015年3月1日より、出入り口が約350メートル東に移動。接続先が国道416号からバイパス支線へ変更となった。中部縦貫自動車道との JCT 併設に伴い、2015年3月1日より、診療金所が供用開始となった。 福井北インターチェンジバスストップ QIC の出口、入り口両料金所の間にあった日本道路交段時代設置のバスストップは中部縦貫自動車道との JCT 併設工事に伴い廃止2013年以降は路上の仮設停留所となっていたが福井県が IC 施設外に展開路を持つ新バスストップとキスアンドライド用駐車場を整備し2015年5月7日より 東京、小松空港発着便が同月のうちに残る大阪発着便も使用を開始。先じて駐車場を同年3月1日に供用開始している。停車するいずれの路線も京都府、大阪府、東京都にある各バースデートの乗降に限られており、福井県内総合館並びに小松空港を除く石川、富山両県内各バースデートの総合館の利用はできない。 ありがとうございます。